本日の相談です。絶対クリスマスまでに彼女欲しい。あの子と付き合いて。いつもご視聴いただきありがとうございます。恋愛アドバイザーの佐々木まみです。この動画が少しでもあなたのお役に立てれば嬉しいです。ということで、あの子と付き合いてって書いてありますね。うん、頑張りましょうね。まあ、好きな人ができた時にね、付き合いたいなって思うのって、みんなそうですよね。まあもちろんこう、付き合いたいなって思うと思うんですよ。でも、うまくいく時もあれば、まあ失敗する時もありますよね。まあ時にはね、こう辛い経験になったりとかトラウマになってしまう方というのもいらっしゃいますね。告白をするという場合はもちろんこう勢いでね告白をするっていうのも全然いいんだけれど、でもそれってねある程度こうタフなメンタルが必要なので、なのでできる限りね成功までに成功率を上げとくような行動をしといて、で告白をするっていうのがもう私はやっぱり安牌というか、まあそれが一番いいんじゃないかなというふうに思うので、なので告白をする前にこういうことしといたらいいですよというね話をしようかなというふうに思います。なので今ね狙ってる人がいるとか好きな人がいるとかという場合はぜひ参考にしていただけたらと思います。ということで、片思いを成就させる6つの方法。1つ目が、相手が気に入る外見です。私はね、外見よりも中身が大事というふうに思ってます。だって、長くいい関係を築こうと思ったら、いくらね、外見が良くっても、まあ中身勝負なとこあると思うんですよね。だからね、中身が大事だって思ってるんですけど、とはいえね、パッと見の印象で、その人が、まあ、気に入ってくれるかどうかというのもとても重要だと思ってます。だから、外見はね、やっぱり磨けば磨くほどいい。と思うんですね。で、磨き方なんですけど、狙ってる人がいる、具体的にいるという場合は、やっぱりその人が気に入るような外見であったりとか、自分の特徴を捉えて、それを活かすようなね、外見にしとくっていうのがいいかなと思います。なので、好きな人がいる場合は、その人がどういう芸能人が好きなのかですね。だから、ジャニーズ系が好きなのか、エグザイル系が好きなのかみたいな、まあ、ざっくりとそういう感じですよね。どういうジャンルの人に心惹かれやすいのかみたいなのは、まあ、どういう芸能人を好きになるのかとかでもね、結構わかりやすいかなというふうに思うので、顔はね、もちろん、こう自分の力でね、なかなか変えるって難しいけれど、だけど、パッと見の雰囲気っていうのは、まあ、ファッションであったりとか、まあ、ヘアアレンジであったりとか、ね、そういうので変えたりとかできるので、まあ、できる限り右例にしとくというのは大事かなと思います。そして2つ目、少しずつ自分の存在を印象付けることです。心理学でいう単純接触効果ですね。これはその人の、まあ、外見的特徴であったりとか内面とかがいいとか悪いとかではなくって、単純に会う回数が多い人に対して人って好意を抱きやすいよっていうことがまあもう分かってるんですよね。なので相手にとって身近な存在、いつも近くにいる存在というものになれればなれるほど恋心を抱きやすくなるということなので、まあいつも一緒に遊びに行くメンバーに入るとか、毎日社内で挨拶をするとかですね、そういう接点を多く持つというのはとても有効な手段だということです。そして3つ目、理解を示すことです。話をした時に、いやでもねとか、それはちょっとというふうにですね、否定をしてしまうと、なかなかね、この人とは分かり合えないっていうふうに思ってしまって、好きだなっていう気持ちって、まあ芽生えにくくなっちゃうんですよね。だから相手が、この人私のこと分かってくれてるっていうふうに思うような言動、行動を取るってことが大事です。相手の好きなものを聞いたら、これ好きって言ってたやろって言って、まあちょっとちっちゃいお菓子買ってくるとか、まあそんな感じでいいんですよ。覚えててくれたんやとか、この人分かってくれてるんやとか、知ってくれてたんや、見てくれてたんやというふうに、まあ、自分のことをなんていうか意識してくれている存在として相手も意識するようになってきます。女性って特にね、自分の話聞いてくれる人のこと好きなので、なのでその子の話をよく聞いて、と 100% 人のことを理解するって難しいですよね。だけどその子のことを理解したいと思っているという気持ちは届くので、なので相手のことを理解したいと思っている、分かりたいと思っているという気持ちで会話をするということが大事になってきます。そして4つ目、特別感を出すです。
自分のこと特別扱いしてくれる人のことってやっぱ好きなんですよ。だから特別扱いするって大事です。だけどね、特別扱いって結構難しくって、女の子って横のつながりすごく強いので、なかなかその子だけ特別扱いをすると他の人との関係性が悪くなっちゃうからって言って嫌がることがいるんですね。だから他の子よりも一番可愛いとか、そういうなんていうか他の子を下げた特別扱いではなくって、他の子にも優しいんだけれど特別その子だけ優しいというのがいいかなと思います。具体的に言うと、遊びに行った時とかに、まあ、空調が効いてると、そしたら暑くないとか寒くないとか聞いてあげるとか、あと飲み物がね空いてたら次何飲むって聞いてあげたりとか、もうその程度でいいんですよ。それぐらいのちょっとした気遣いを見せるっていうだけで、あ、この人私のこと特別扱いしてくれてるっていう風に思います。だからそういうみんなに優しいっていうベースはあるんだけれど、私にだけ特別気を配ってくれているという風に思わすというのが大事かなと思います。そして5つ目、褒めることです。褒められたということをきっかけにその人のこと好きになる子って結構いるんですよね。だから褒めるってすごく重要だなと思います。でね、外見的特徴ってまあパッと目に入るものなので褒めやすいから、まずは外見から入るで全然いいかなと思います。髪の毛サラサラやねとか、お肌いつもまあ綺麗やねとか、あとはまあ服のセンスいいねとかね、そういう外見的特徴を褒めるっていうのもいいんだけど、できるんやったら内面ですね。いつも優しくしてくれてありがとうとか、いつも楽しい気持ちにさせてくれてありがとうとか、いつも頑張ってんの知ってるよとか、まあそういうですね、相手の内面であったりとか、相手の行動ですね、というのを褒める。で、自分はそれを、まあ、知ってるよとか、いつも頑張ってんの見てるよというふうにですね、もちろん気持ち悪い言い方はダメなので、いつも見てるよみたいなんじゃなくって、いつも頑張ってるの知ってるよというニュアンスで言うのがいいかなというふうに思います。そうすることで、この人分かってくれてるというふうに思います。そして6つ目、好意を伝えることです。好意を伝えるって言っても好きですとかじゃなくって、まあいいと思っているとか、人として尊敬しているとか、楽しいと思っているとかというポジティブな気持ちですね。そういう、まあ、友達にもあんま言わんような、でも、まあ、好きだっていう気持ちってあるじゃないですか。それを言葉にして伝えるというのは大事かなと思います。最初はね、冗談っぽくでいいんですよ。いや、そういうとこ好きやわとか、まあ、そんなんされたら惚れてまうわとか、いやもう俺のこと好きなんやめてよとか、まあそういうちょっとこうふざけるような言い方でいいんですね。で、それをこう繰り返すことによって、なんやねんとか、まあ、好きやでとか、まあ、向こうもこうふざけて言い返してくるようになります。で、それを繰り返してると、お互いにとってなんかこう2人だけの掛け合いみたいなのができるようになってきます。で、それがだんだんですね、本気になっていったりとか、特別になっていったりとかするんですね。だからね、好意っていうのは好きですの、まあちょっと手前の、人としていいと思っているっていうのをしっかりと伝えることによって相手に意識させるっていうことも十分できるので、遠慮せずにね、そこはね、いいと思ったこととか、素敵だなって思うこととか、かっこいいなって思うところがあれば、しっかり言葉にして伝えるようにしましょう。ということでまとめです。今回は片思いを成就させる6つの方法をご紹介しました。まず1つ目が、相手が気に入るような外見になることですね。そして2つ目、少しずつ自分の存在を印象付けることです。そして3つ目、理解を示すこと。で、4つ目、特別感を出すこと。で、5つ目、褒めること。6つ目、好意を伝えることです。この動画が少しでもいいなと思っていただけましたら、グッドボタンとチャンネル登録をよろしくお願いします。この動画の感想もコメント欄に書いていただけるととっても嬉しいです。ということで、最後までご視聴いただきありがとうございました。いかがだったでしょうか？まあ、今回のこの6つっていうのをやったら、かなり親密な状態になります。阿吽の呼吸とか、あと、周りから付き合ってんの？って言われたりとか、まあ、好きなんちゃうってね、言われたりとか、まあ、それから、2人で出かけるっていうことも、まあ、そんなにこう、ハードルが高くなくなってくるし、いつもニコイチっていうような扱いをされたりとか、そうやってとてもこう親密な関係になってきます。夜2人で電話し合ったりとかね、まあそういう結構いい関係になってくるので、そうやってしっかり関係を温めた後で告白をするというふうにすると
と、まあ、相手もやっぱりこう心配なくね、こっちの人となりを知ってくれてるので、この人と付き合ってもいいかなって思ってくれてるし、でこっちもどうかなって思いつつ告白をしなくってもいい。まあもっと言うと、別に告白をせずにキスしてもいいぐらいの関係に持ち込めるかなと思うので、まあぜひですね、まあ、そうやってこう距離を縮めてから告白をするというのがおすすめかなというふうに思います。まあ突然好きですって言われるのはね、好きっていう子もいるのでね、絶対とは言わないけれど、だけどまあできるだけね、自分のことをよく知ってもらった状態で告白をした方が、まあその後長くいい関係を築きやすいかなとも思うので、まあよかったらね、参考にしていただけたらと思います。ということで、最後までご視聴いただきありがとうございました。また次の動画でお会いしましょう。バイバイ。